さんこんにちは、ペルディスタ小澤です。今回は倉敷さんに来ていただいてます。お願いします。よろしくお願いします。倉敷さんのラジオもね、久々に出していただいたんで、ありがとうございます。リンクを貼って出た時には宣伝したいと思いますけれども、小澤さんの話とても興味深いと思いますので、ぜひお越しくださいませ。無料でやっております。ラジオクラッキー、ぜひ皆さんもひいきにということなんですけども、ありがとうございます。今回倉敷さんに逆に、はい、倉敷さんのラジオでは今期のラリーガの話を小澤さんが、はい、聞いたので、逆に僕は倉敷さんに今期のラリーガについて聞きたいなと思っておりますけれども、はい、今季全体としてバルセロナがもう主力時点で優勝決めてますけども、はい、今季のラリーガ、倉敷さんどうご覧になってました？そうですね、バルセロナの優勝、まずレアル・マドリーにこれだけの差をつけたというのはどういうことなのかなというふうに考えながらこう見てしまうわけですけども、チャビという監督のキャラクターを考えたときに、これだけ失点が少ないというのはどこかしらでやっぱりヨハン・クライフなのか、ペップ・グラディオなのか、こうバルセロナの系譜っていうことをとても大事にする監督だと思っているので、そこのどこにチャビは重きを置いたのかなっていうところはもう一回ちょっと考えてみたいなっていうぐらいの課題としてのバルセロナっていうのが一番今印象に残っています。レアル・マドリードが、ここまで差をつけられたっていうのは僕はすごく意外で、で前からこうサイクルの始まり終わりって言われているけど、本当に終わりなのかな、いやそうじゃないのかなということもこれまたすごく難しくて、今期のラリーガに関してはまずバルサおめでとうっていうのがまず第一番にあって、これだけ短い3シーズン勝たなくて、この後も一気に上に行けると思えないような状況の中でここで取れたっていうことは本当に意味がある。で、自分の中でこう捧げ持っている格言みたいなのに名門は長く停滞しないってずっと思ってるんですけど、あ、これをまた実現したなっていうふうにこう証明してくれたなっていうところがまず第一印象ですね。バルサの特に後半戦 の、まあ、その手堅く、ウノセロ 1-0 で勝ち切る、ちょっと守備的なバルサみたいな話もされてましたけども、この最終的にね、こうシーズンの中でクリーンシートこれだけ達成して25かな、はい、で、すごいですよね、13失点にとどめたっていうこの守備力に関してはどう見ます？その中でも1対0のゲームがこうすごく多い、チェルシーと確かヨーロッパ5大リーグの中では並んでるぐらい 1-0 っていうのを取っている、それまだシーズン途中でそれをこう記録しているというところがあるの で、はい、でこれがウノセロっていうと、例えばイタリアをまず思い浮かべる方多いと思うんですね、これはだからカテナチオっていう昔からある戦術の中の延長にあって、それで勝つのが好きだ、実は1対0で勝つっていうのはアルゼンチンも大好きなんですね。ああ、そうなんですか。苦しんで苦しんで1点取ってやっと勝ちましたっていうのがアルゼンチンのメンタリティの中ではあるんですって渡さんに教えていただいたんですけども、だからバルサってそういうような気持ちじゃないと思うんですね。バルセロニスタってもっとたくさん点を取って勝つんだっていうところ、ただしクリーンシートの魅力っていうものはやっぱり同じようにあって、じゃあすごい強固な守備陣が徹底的に守ってゴールを開けさせないようにするのかっていうと、そういうサッカーでもなくて、自分たちの中に僕も思ってるのはバルサは自分たちのリズムとかテンポを取り戻したなって思っていて、そのパッ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 って回していく敵高の時代のサッカーとは違うけれども、かつてレアル・マドリードがチャンピオンズリーグで見せたりとか、インテルがチャンピオンズリーグの中で見せているような時間とテンポの管理っていうことをバルセロナは今できるようになっているのが1対0なんじゃないのかなって個人的には一実況者として思ってます、でもなんかその話聞くと、例えば近年のバルサ、特にフロントがね、こうちょっと失策続きで苦しむのがバルセロナみたいになってる、そういうのステレオはちょっとその象徴的ななんか勝ちパターンなのかなとちょっと思いました。あ、そうですか。はい。まあね、今シーズンのフロントっていうのは本当に本当になんていうんですか、無茶をするなっていうぐらいにラポタ会長がお金を工面して持ってきて、でもこれでダメだったら、それで途中でチャンピオンズも負けちゃって、そうするとチャンピオンズもお金も入ってもらって、バルサこれからマジで借りたけど返すってなくなっちゃって、どうするのと思っていたらラリーが取って、で、取ったことによって、また新しいスポンサーがついたりとか、あ、そうか、こういうような、
ちょっと無茶だけどこういう形じゃないと名門は一気に立ち直っていかないんだなっていうところっていうのは、うん、まあ、賭けに勝って、はい、それに対して集中していった、まあ、監督と選手たちの功績っていうのは素晴らしい、うん、その前の会長がとんでもなかったから、あのそういうなんかこう重たいものを背負わされている皆さん本当にご苦労様でしたっていうねそういう悪さですよね。まあ、一方でマドリー、アトシカのマドリーは、ね、うん、ラリーガの中ではバルサにだいぶ独走を許してしまって勝ち点差10以上広げられてしまいましたけども、はい、まあ、このこうマドリーとアトレシコに関してはどう総括できますか。そうですね、あのまずビニシウスというのは本当にあの、うん、なんていうかな、朝起きておはよう、やお腹が空いたって言ってピッチに出てくるようなタイプだと思ってるんですね、うん、つまりフレッシュに常に何回でもゴールに向かってこう突進ができる、ドリブル仕掛けていくというようなフレッシュさを持っていて、その度に喜怒哀楽が激しくて、それゆえに好きと嫌いが分かれるところは分かる。僕これ仕方ないと思う、うん、好きか嫌いかだけで言って、彼は選手としては超一流、うん、ものすごい素晴らしい選手だと思っているので、まあ、そのビニシウスがいる形の中で、あとはこう延々だと思われていたベンゼマが、うん、あれ今シーズンは怪我が多くて、うん、大事なところの前に怪我をしてしまうことによって、マドリーが去年のマドリーって何が違ってたかというと、魔法使いのようなベンゼマが現れるかどうかっていうところがすごく大きかったと思うんですよね、うん、はい、でチャンピオンズリーグのシティ戦も何かのきっかけ、こうクルトワが言ってましたけど、クロースの例えばシュートが入るか入らないか、あんなことが僕らが強い時にはうまい方向に転がっていくけど、それが今回ないとこういう結果になってしまうってことはフットボールの世界でよくあることなんだっていう、うん、魔法が一つ呪文を忘れてしまった、うん、一つあのなんていうか、こう順番に進めていかないと魔法ってダメなんですって、はい、うん、だから環境が整って時間が整って誰も順番に合っていかないとこのダンジョンは開かないみたいなゲームの世界ですけども、うん、そういう形になっていかないとマドリーの魔法っていうのは発動しなかったっていう中が、今シーズンは何かちょっとが欠けてしまったんじゃないかなっていうのがまずレアルマドリードの方ですね、うん、でアトレチコの方は相変わらずこうやったりこうなったりこうなったら、ジョアン・フェリックスいなくなっちゃったんだ、でもこれで、あ、でもワールドカップの後にグリーズマンが出てきて、うん、グリーズマンが魔法を使うという方法をスタンドから見ていたシメオネは目撃して、うん、これはそのままやるだろうなと思ったら本当にそのままやって、もう鮮やかなピンク色の蛍光色の選手がもう目立って目立ってしょうがないっていう形の新しくて、今見てて楽しいんですけど、楽しいんですけど、またこのポジションかっていうのもちょっとあって、うん、なんていうのかな、あと一つこう乗り越えられないアトリチコっていうところが、うん、アトリチコのファンとしてはもどかしさと、これが自分たちなんだっていうに受け入れてしまってるところとか両方あるの、また今シーズンも繰り返したのかななんて思うんですけど、なるほど、三強以外でなんか今シーズンこう倉石さんの中で発見したクラブや選手いますか。ラージョがもうあの意志の頑張り、それからあの監督、あのチャリって監督って、はい、なんか自分がリスペクトしていたり、うん、仲のいい監督にはなぜか勝てないところがちょっとあるんじゃないか。特にラージョはこう、はい、なんかそれが著しい、うん、でちょっと興味深いのはラージョってカンチャ狭いじゃないですか、うん、ああいう狭い中で今なんていうかな、昔バルサがやろうとしていたこう速いサッカーみたいなのは狭くて横幅がない部分がやれないみたいな弱点があったんだけど、うん、今のバルサってちょっとやり方変わっていて、はい、テンポのコントロールで試合を進めていくチームにとってまた狭いところって違った意味でやりづらさがあって、うん、それってチャビって監督のやり方を分析していくと、これ一つのなんかこうケースとして面白いんじゃないかなって思う点で、うん、ラージは面白かったかな、うん、あとジローナですかね、ジローナ、ジローナ、うん、ああいうチームも出てくるんだなっていうのが、うん、ラリーガのやっぱこう面白さというか、うん、こうなってくるとセグンダってどういう状況なのかなっていうのがとても興味があるっていうか、うん、そこまで広げて見ていくという楽しみがありますね。倉石さんはまあ、ね、ずっと長年ここ最近もブンデスやられていて担当されていて、はい、まあ、今期はプレミアもだいぶ、ね、戻られてや、はい、見られていますし、うん、そのヨーロッパの特に5大リーグの中で見た今のラリーガの立ち位置ってどうご覧になってますか。まずこうトップカテゴリーにあるプレミアリーグとの比較っていう形ですると、うん、プレミアリーグって何が起こったかっていうとスピードの変化なんですね、うん、そのスピードの変化っていうのはもともと速かったスピードっていうものがもっと違う次元のスピードが速くなってしまった。それはあのお金がより集まるようになって、でお金を出す人たちが投機系の人たちが増えたんですよ、うん、そうすると我慢ができない、なるほど、監督を変えよう、うん、このくらいのだから力が拮抗してきた、もともと持ってる戦力の中で、はい、ところが
チェルシーのこと悪く言うつもりは全然ないんですけど、うん、チェルシーの難しさって何かというとオーナーが買いすぎた、うん、そうするとペップ・ガラディオラも言ってますけども、一番監督として胃が痛くなって苦しいのは何かというと、うん、どの選手を使うか使わないかというところなんだ、うん、そうなってくるとそこはもう、まあ、トゥヘルからポッターになって、うん、ランパードになりましたけども、うん、ここのところは誰が監督でも、うん、このオーナーの下だと誰かを外さなきゃいけない難しさっていうのは、うん、誰かをこう誰が足りないというよりもさらに余計難しい、うん、なるほどっていう部分のこう飽和状態と、そこを変えなきゃいけないというスピード、こういうところがプレミアリーグは難しくて、うん、その点でラリーガっていうのは、うん、プレミアリーグのようにお金がありませんから、うん、じっくりと、うんうん、ゆっくりと、はい、ある程度は作ったり、うんうん、差し替えたりするということができる、うん、まあ、プレミアリーグってのはお金があるからこうスピードでいい選手たくさん入ってくる代わりに熟成する、うん、なるほど、長く監督を続けさせてもらえることがない、うんうん、例えばリバプール今シーズンちょっと苦しかった、そうですね、でクロップ監督おっしゃってたのは、もし自分がここまでの実績を持っていなかったら、うん、間違いなくクビになっていたとおっしゃった、うん、でクロップ監督のようなこうキャリアっていうのがある部分が僕との違いなんだから僕に時間をくれよって言って辞めてしまったのがアントニオ・コンテ監督、うん、なるほどなるほど、コンテ監督は時間さえくれたら僕はこれだけのものを作れるっていう自信がある監督だって、うん、でそれだけの実績もある監督でしたから、うんうん、そういう部分っていうことに関してのスピードっていう点ではラリーガと比べてプレミアリーグっていうのは速いっていうか速すぎる、うんうん、だから監督いっぱい今シーズン変わりました。そうか、なんか今までで言うとラリーガとかセリアの方がオーナーがね、うん、こう自分の好き嫌いとか結果出ないですぐに監督交代しがちでしたけど、やっぱ資金力がある今プレミアの方が我慢できなくなってる可能性ありますね。すぐ回収したい、だから戦力は整ってるから監督を変えたらなんとかなるんじゃないかっていうオーナーが多すぎるから我慢ができなくて、こう熟成する時間が足りない、1年の早飲みワインばっかりになっちゃってて、こうフランスで作ってるような熟成した何年も寝かせましたっていうワイン、シェリーのタレで漬けたからシェリーの味付けがつきましたっていうウイスキーみたいなものでもいいんだけど、うん、そういうのともまた違った形になりつつあるかなっていう気がします、うんうん、まあ、じゃあそういう中でいうとプレミアの中でブライトンみたいな、デゼルビみたいな監督が相手チームをしっかりとビルドアップのところから作ってるみたいなのが、じゃあ稀なケースなんですね。ブライトンはすごく面白いケースで、うん、やっぱこう売るチームなんですよ、うん、こう育ててこういいチームに、つまりプレミアリーグのレベルではまだない選手を自分のチームに入れて、そこでプレミアリーグっていうのはどういうものなんだっていうことを教えて出して売っていくっていうところが一つ変わってきているチーム、うん、あとはブレントフォードっていうチームも面白くて、はい、このチームも多角的にこう経営している、うん、一つのスタジアムを作ってどうやってお客さんを集めるか、ラグビーとの共存をどういうふうに同じスタジアムでやっていくかということを考えていくし、うん、あとはマンチェスターシティにしても買うばっかりじゃなくて、うん、ペップは売ることを進めるようになった、つまりこうペップの目の中で、うん、今この選手は欲しいけれども売ってもいいよっていう形のやり取りみたいなことをペップ・ガルディオラは始めたんで、マンチェスターシティっていうのはファイナンシャルフェアプレーのことは大きいと思いますけども、入れながら出していくっていう、ね、こうジェズスであったりとかスターリングだったりとか、そういう選手を出していくっていう点ではプレミアリーグもそこのスピードも変わってる、ラリーが負けたらないんですよ。そうですね、まあ、ラリーが出るとやっぱりプレミアと比較した時には優勝争いできるぐらいの、はい、まあ、プレミアビッグシックスとかね、もうそれよりも多くなってるかもしれないですけど、うん、やっぱりラリーガの場合は基本的にはもう2強プラス13強にとどまってしまってるっていうところでいうと、やっぱりもう少し今シーズンの例えばラリアル、リアルソシエダとか、うん、ビジャレアルやベティスのような、まあ、より CL 圏内を争うようなクラブが増えてくるのがやっぱり一つラリーガの魅力を増やす高めるポイントですかね。確かに、あの特にレアルソシエダいいですよね、うん、まあ、久保選手がいるということもあってこう見てるわけですけど、うん、まあ、オヤルサバルが帰ってきた時の一旦ちょっとごたごたってのは今の監督どうしだったんでしょうか、うん、と思ってた時期があったんだけど、それでもやっぱりあのチームっていうのはこうブライトンと同じようにカラーにも似てるんだけど、うん、見ていて楽しいっていうか、こう続けてみて選手の名前を覚えていくのが楽しいチームだから、うん、こうレアルを覚えることによってこうラリーが全体に広がっていく面白さとか、うん、あの気の利いた選手が多いし、うんうん、なんかルックスもなかなかいいし、ね、あのチームは、はい、だからそういう面で、うん、なんかそういうところから入っていくのもいいし、うん、彼らがヨーロッパのコンペティションで小澤さんおっしゃったように頑張ってくれることによってラリーが全体が上がっていくことは間違いない、うん、ルックスって大事そうですね大事ね
最後に今シーズンの久保建英は倉橋さんの目にはどう映ってました、はい、ものすごく成長したと思います、うん、特にあの久保選手に関して言うと僕本当に、ね、見てて好きだから気にしてたんですよ、うんうん、こうやって腰に手当てるシーンが前の方かな、あーでもう久保選手疲れちゃったんだなと思ってこう気にしてたんですけど、これなくなりましたね、うん、すごく減って、でまだそれでも走るし、うん、厳しいローテーションの中でも彼はこれをしなきゃいけないという形で、それがすぐ数字とか目に見えて影響を与えるなということが分かるじゃないですか、うん、そういう部分でタフになったら、なるほど、走れるし戦えるし、うん、で誰よりもシュートを打とうという意識が強いし、うん、先導して今ここはこうしなきゃいけないんだということを見せられる、うん、つまり居心地がいい環境に彼は今いる、うん、やりやすい環境にいるっていうんで、ね、レアレアに移籍して本当に良かったなと思います、うん、じゃあ来シーズンも、ね、こうラレアルでの久保建英、ね、もっと続けてみたい、あのラレアルの久保選手と三笘選手のブライトンは誰も買えないメンバーでもう一年見たいですね、はい、今回はラリーガ中心に、今シーズンのラリーガ、それから、まあ、プレミアの、ね、話もたくさんしていただいたので、やっぱりこうやってヨーロッパ全体で見ると楽しいですよね。楽しいですよね、うん、こうなんかはしごして見るのがいいと思います、はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。